ここはキャメロットと呼ばれる世界。大地は海を二つに分かち、それぞれは内海と外海と呼ばれている。大陸は王都を中心とし、各地をさまざまな領主が治めている。大陸はペイラ王によって統治され、10人の配下王の騎士は各地の領主を補佐している。西の草原には騎士の城ランスロットがあり、王国のために身を捧げた騎士たちが集っている。南の地には砂漠と渓谷が広がり、そこには機械技師の集まる移動城塞都市ジルがある。極東の密林には聖樹の恩恵を受けた魔法研究の盛んな最古の都市エデンがある。人々は何千年もの昔から何度も外界に挑んできたが、外界には謎の重力が存在し、船や飛空艇すらもバラバラにしてしまったのだ。しかし人々の外界への夢は尽きることがなかった。10年前、突如として内海の中央に渦が出現し、神殿が浮かび上がった。学者たちは世界の創造主が残した秘密や宝、そして重力の謎を解く鍵がこの神殿にあると考えたのだ。世界の情勢は不安定になりつつあり、神殿の宝を狙った冒険者たちも現れた。不安定な情勢に乗じ、北の軍事都市レオンハートの城主リンは各都市に対し宣戦布告を行い、極東の国エデンに侵攻した。そしてエデンの妖刀ウーエンを奪還したのだ。時を同じくして一人の若者がランスロットに到着する。ここから物語は始まる。
We'll be right back.
Thank you.